未来探求実況プレイ始めていきたいと思います。ある日突然目の前に未来へ行けるボタンが降ってきたらしいです。やってこう。ある日降ってきたボタンを押したら未来へ行けちゃった。未来を探検してみよう。オッケー。未来へ行く。あーなるほどね。あ、こういうゲームか。思ってたゲームと全然違ったな。でも楽しそう。まあ、未来へ。ここら辺で未来行くと。あ、まだ乗ってんだ。ここで未来。あ、そういうのはできねえんだ。あ、オッケーオッケー。で、ジャンプはこれでできる。しゃがむとかはない。オッケー。謎の書類ってやつを手に取ってみよう。このボタン、過去にも戻れるみたい。過去にも。もっといろんなところに行きたいな。ああ、そういうことか。だから、この主人公は制服みたいな着てる主人公と、この着物みたいな主人公は、同一人物か。未来に行けるし、ボタンもう一回押すと過去に行けるみたいな状態ってことか。オッケーオッケー。なんとなく理解した。過去に行くと未来を見るっていうのがあるな。これを駆使して攻略していくみたいなことか。オッケーオッケー。なんとなく分かってきた。30分ぐらいで終わるゲームらしいです。あちこちに書類が落ちてる。この書類にはサルベーションと書いてある。何のことだろう。江戸時代の人間だからよくわからない。あーそっかそっか。自分のこと江戸時代の人間って紹介するパターンないだろ。江戸時代なんだ。まあ着物だもんね。過去は、あ、未来はあの書類を見る感じか。よし、やってみるか。あ、そっか。過去に行ってジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。ここは届かないもんな、絶対に。オッケーオッケーオッケー。で、こいつを動かせんだ。で、私もジャンプできる。よし。なんだ？スイッチ。なんの？あ、はしごがある、過去には。上で登れる。かわいい。かわいいゲームだな、このゲームは。オッケーオッケー。楽しい、楽しい。もう一歩かな？ここか。よし、過去に戻る。難しいね、でも。楽しい。スイッチ押してみようぜ。あ、過去に戻っちゃった。押し方かわいい。これ、私降りても大丈夫なの？あー、落下ダメージねえんだ、私に。そういえば、未来で他の人を見たことないや。みんな恥ずかしがり屋なのかな。いやー、どうなんだろう。場所も場所でなんか変だしね。わあ、スイッチいっぱいある。スイッチは下に箱や床がないと押せない。ほーほー。じゃあこいつを押してみよう。で、まあ、どんどん押してってみるか。よくわかんねえけど書類があった。あー、書類がゴールか。ただの過去は。なるほど。ここら辺やってみるか。で、こっちとかたどり着く。ああ、ここにはワープできないのか。ほう。じゃあどうする？じゃあどうする？ここにはワープできるけど、そんな難しいアクションとかは、あ、届きそうだな。でも難しいアクションとかはないんだよね。あ、届きそうで届かないもどかしさ。そっかそっか。これは落としてみるか。落とすこともできる。で、過去戻ってみると、でもここジャンプしながら過去とかいけないもんね。で、ワープできないもんね。やり直そう。やりすぎたんだね。この辺かな。この辺で1マス開けてあるから、過去戻ってここの1マスに来てってことかな。結構難しい。なんだろう。あ、過去を見ると、あ、オッケーオッケー。やり方は分かってきた。やり方は分かってきた、ようやく。こいつは、え、こいつどうすんだ？登れそうだぞ。え、届くか。届いた。スイッチを押した。あー、なんかが出てきた。で、このまま普通に降りて、このまま持ってきゃいいだけだ。いや、もうなんだったらこの辺まで持ってったっていいもんね。で、こっち側来てこうだ。で、なんか絵みたいなのを手に入れる。何かが燃えてる写真があった。これはきっと未来の街。あ、未来の街が燃えてんのか。どうしてこうなってしまったの？みんなどこに行ったの？どうしたんだろうね。過去を見てみる。あ、なんか使えそうなのがある。ほう。なんだろう。ここら辺行って、ちょっと難しくなってきた。落ちちゃう。まずはこいつを使うか。ここは登れない空間ね。登れんのか、ここ、上は。過去を見る。あ、今ここにいんのか。じゃあ、ちょっと一回過去戻って、これ一個動かしとけば、まず乗れるってことだ。ここに。過去に戻ったとしても乗ってる。ただ乗ってる意味がまだわかんないから、普通にここ登ってってみて、と、で、あ、なるほどね。ここになきゃいけないのか。わかったわかったわかった。じゃあやり方は今ので分かった。こいつを書類のところまで持ってくんだ。そしたらこの中に閉じ込められるっていうことができるってことなんだ。さっきのとこよりかはやることが。てかようやくやることが分かってきた。これでいいんだ。ここで過去に戻る。で未来に行く。なるほど。おもろ。次ははしごがある。まあ一旦登ってみるか。えい。で、スイッチがそこにある。1マス進んでこうで、こいつを何かに使うんだろうな、まず。ここに来ちゃったらダメだから、やり直した方が良さそう。ちょ、やり直そう。ここを登って、こっち側だな。こっち側行って、これどんくらいなら落ちないんだ。今は落ちないのか。こんくらいなら。よし。よくわからんけどここまで来た。危な。え、どこに行けばいいんだ。何かを落とすのか。落とすんだな。落とすんだ。こいつを落としてみよう。落として運ぶのか。あ、一個ずつ落としてくんじゃねえか、これ。これ乗せてくんだ。乗せてく系だな。乗せてってみよう。闇雲に。あー、でも、あ、そっかそっか。こっち側に落とすしかないんだ、今は。いや、でも、ここに落ちるわけじゃん。とりあえず落とした後に移動できるような状態にはしておこう。失敗してもいいように。でこのまま持ってってみて、どうなんだどうなんだどうなんだ。ここだな。いや、あと一歩を押して、いや、どうなんだどうなんだ。まあ、バランスとかよくわかんないから一旦やってみよう。あ、乗ってくれんだ、このまま。落ちたりはしないんだ。あ、じゃあいけんじゃね普通に。でこいつを1個押せば、あー、あと1個。あ、こいつも大丈夫なのか。あ、いけんだ、これで。よかったよかった。よし、なるほどね。あー、なるほど。じゃあまたさらに押すんだ。ここまでだな、押せんのは。え、楽しいこのゲーム。よし。あれあれ、あ、こっち側にあったんだ。あったのね。なんだ、あったんだ。そりゃそうよね。社員証と書いてある。私に似てる顔。あ、私なのかな。もしかして私の子供かも。どうして出てきてくれないの。もうみんないないんじゃない。悲しいお話なのかな。未来でも過去でも同じ場所にある不思議なブロック。あ、ほんとだ。なんであるんだろう。まずはこいつじゃあ動かして、まあ、やり直せるってのがあるからな。進んでみよう。で過去編はここも、あ、なるほどね。あいつを持ってこなきゃいけなかったよってことなのか。じゃあ溝に落としちゃダメだったんだ。オッケーオッケー。溝に落とさず持ってきてくださいのパートね。簡単よ。ああ、いや、X と Z 間違えただけです。まあとりあえず過去で動かすのは確実だな。ここを超える。ここまで切ってもあと1個は動かせる。でこういうことか。こういうことっぽいな。よし。え、あ、そっか。あと一歩は持っていけるもんな。なるほど、なるほど。簡単だ、簡単。簡単なお話だったよ。これでたどり着けるはず。不思議なブロックは壁や端、箱と重なると埋まるんだ。おー、埋まるってどういうこと？あー、なるほどね。だからスイッチが押せなくなるってことが、これで了解した。え、過去は深いのか、溝が。なるほどね、そういうことか。で、こっちが火といて、次は何するかまだわかんないから、こいつを埋めた方がいいってことなのか。埋めるんだな、まずは。あ、そっかそっか、わかったわかった。過去にしかこいつはいない。違う。未来にしかこのテトリスみたいなやつないから、このテトリスみたいなやつを使うんだな。ここだと重なっちゃう。あと1マスはいける。ここだな。で、こいつを多分下に落とすんだろうな。これでスイッチ押す。あ、押せねえんだ、これじゃあ。押せねえんだ。壁や箱と重なると埋まる。あ、そうか、重ねるのか。わかったわかった。過去編で、こうすんのか。で、埋まってんのか。あ、埋まってるけど重たいんだ。はあ。はあ。はあ。埋まるは埋まる。埋まった。埋まるは埋まったけど、これだと動かせるのに、埋まった場合動かせなくなるのがちょっとよくわからんな。こっちが持ってってみると、浮いてる状態になる。落ちた。あ、そうかそうか、わかったわかったわかった。こうして過去で飛んで、あ、待て待て待て。そうかそうか、結構簡単だった。うわ、飛んでここの上に乗せとくんだ。でも過去にこれはないからってことだよね。落ちるんだ、埋まんだ。あをこっち側でやる。で、このままもうここに乗せりゃいいんだ。普通にここに乗せて、で過去編に持ってく。なるほど。わー、ちょっと手間取っちゃった。ここキラキラしたブロックは時を超えるみたい。すごいね。たくさんの難しい書類たち。ここは時間の研究所。時間の研究所。このボタンはあの子が私に託したもの。さあ、過去を見てみよう。登れる。スイッチを押さなきゃいけない。まずはちょっと過去編で行けるところまで行ってみるか。ここの隙間は入れない。ここで未来行くと、ああ、もうクリアできそうだぞ、なんか。あ、ここ押せないのか。ああ、なるほど、なるほど。しかも戻れないな。オッケーオッケー、やり方が分かった、なんとなく。だから、こいつをはめなきゃいけないんだ。あそこに。こいつを外しといて、こっち側まで。でもこいつこのまま落としちゃうとダメだから、いや、待て待て待て。一回こっち側行ってこいつを動かすってこともできる。だって1個のやつがここに来りゃいいんだ。ああ、なるほど、分かってきた分かってきた。ここで戻れるようになって、こいつも一応持ってきといて、こいつだ、こうだ、こうして、あ、お前らごと行くんだ。こう動かすと、過去を見ると、私は変な風に浮いてる。いや、でもこれの応用だったのかもな。過去行っちゃうと落ちちゃうもんね。なるほど、分かってきた分かってきたわ。とりあえず空間があるから、絶対あの空間が鍵なんだろうな。何を持っていけばいいんだ。で、こっち側に使えるのは3つ、3種類。1、2、3。縦に3マスの棒。で、1マスの四角。とりあえず、こいつを持ってくるのはマストなのか。一旦持ってってみよう。とはいえ、どうするかだよね、こっから。下げることはできるんだよな。あとは順番を変えれる。俺らにできることは順番を変えることだけ。ああ、でも結局無理か。こうしたら無理なんだな。わかったわかった。順番を変えることだけ。あえて、こいつ先に落としとく。落としとく意味ってあんのか。ああ、でもこれで過去に戻れなくなんだ。これは積み。ってことは落とせない。こいつを一番最初に落とすは絶対ない。一個だけ落とせるのはこいつだけなんだ。こいつの空間なのかな、ここは。よし、やってみよう。とにかく。で、こいつの空間ができた。さあ、どうする？さあ、どうする？このまま、あ、待て。このまま運んでいくとどうなる？あ、そうか、この長い棒は上からでも押せますよってことだ。上からでも押せる。はあ、マジむずい。あ、こうだ、こうだ。わかった、こうだ、こうでこうだ。で、こうだ。で、ここ乗っとけば、こうだ。よし。完全にわかった。いや、激ムズ。いや、もう無言でやっちゃったわ。研究所の一番奥のボタン。すべてをやり直すためのボタン。それが人類の最後の希望。すべてが終わってしまった世界で。過去の私が未来を救う。あ、もう終わっちゃってんだ、やっぱ世界。おっと。まだ終わりじゃねえんだな。いやー、もう激ムズだった、マジで。あ、どうすんだ。過去の私を、あ、過去の私を先に進めるってことか。いや、めっちゃむずかった。なんだ。私が世界を滅ぼしてたとかそういう話なのかな。もう謎解きむずすぎて全然。最後のボタンを押してから未来のボタンも消えちゃった。私は過去に戻って普段通りの暮らしをしてる夢のような時間だったな。あれ、それから何か降ってきた。何か書いてある。ありがとう。誰からの。今日も頑張ろう。うわぁ、激ムズだったな。激ムズゲームだった。そっか、これでよかったんだ。ここで置いて、ここで先に1マス置いといて、ここの上に乗せて、で、私ごと落ちるなんだ。うわー、なるほどね。なるほどね。これは激ムズだったな。よし。いやー、めちゃくちゃいいゲームだった。ちょっとどうやって解いたのか、よくわかんなかったから戻ってきてもう一回やりました。そっかそっか。いや、めっちゃ難かったけど、いい難易度で、手軽にできる素敵なゲームだったな。いやー、頭の体操になった。難しかった。社員証みたいのがいっぱいあって、培養液みたいなのとか入ってるってことは、何かされてるってことなんだ。そうか。この世界はもう、滅んでる的な話なのかな。いや、もうパズルゲームがちょっと苦戦しすぎて、シナリオはあんま入ってきてなかったけど、最後のボタンを押してから未来のボタンも消えちゃった。私は過去に戻って普段通りの暮らしをしてる夢のような時間だったな。あれ、それから何か降ってきた。何か書いてある。ありがとう。今日も頑張ろう。え、何なんだろう。世界を滅ぼしたのかな。未来の私か私のその子孫みたいな子がさ、過去の私っていうか、何なんだろうね。まあ、とりあえず助けを求めたんだろうね。で、一番最後のボタンを押すことによって、より何かが世界を終わらせたっぽいのかな。いや、わかんないけど。というわけで、いや、マジで難しかった。難しかったですけど楽しかったです。このグラフィックとかも可愛くてめちゃくちゃいいゲームだったな。気になった方はぜひやってみてください。